特集です。こちらの写真、片側一車線が観光バスでこのように塞がっています。台東区では今、観光バスの増加に伴って交通渋滞などの問題が起きているんです。そこで台東区はルールを守らない運転手に指導や勧告ができるようにする条例を全国で初めて制定する方針を示しました。台東区浅草寺近くのこちらバスの乗車場なんですが、観光バスが連なるように停車しています。台東区が今日発表したのは、全国で初めてとなる観光バス乗り入れの基本的ルールを定めた条例です。台東区では近年、外国人観光客の急増に伴い、区内を走る観光バスの数も増えています。特に浅草エリアでは、観光バスが原因の交通渋滞やバスを待っている観光客が道を塞いでしまうといった問題が起きていました。観光バスが結構止まると、中国人の方、観光で来られた方、結構わーって広がっちゃうので、通り道が結構塞がれちゃう。週末はやはりああいう団体のバスがこう激しいですから、子どもさんたちのそのね、通学路の中だから余計心配ですよね。台東区は観光バスの乗る場所と降りる場所を分け、乗降場にバスが停まる時間を減らすなど、近隣住民への影響を減らそうと試みてきました。そのさらなる一手として、台東区は全国で初となる観光バスに関する条例を定めることにしました。今、乗降分離である程度、分散化が進んできた、その中で、指導員に従わない、誘導員に従わない、そういうような、運転手も多いところがありますので、そういうものをしっかりと、統率できるような条例。現在、乗降場に配置されている誘導員は観光バスに対し指導の権限はなく、時に客を待つ運転手と誘導員の間で口論になるなどトラブルが起きていました。この条例案では、誘導員などが迷惑な駐停車を行っているバスに対して指導できるようになるということです。観光客に来ていただきたいという反面ですね、やはりそっちで生活している区民の方も多くいるというところがあります。ですから、観光バスをどうにか締め出すというのではなくて、やはり観光バスとその生活する方が一緒に共存できる、我々とすれば共生、それを基本理念として今進めているというところです。区特有の課題解決に向けて、服部区長もこの条例に期待を寄せます。旅行会社もこの条例をよく理解をしていただいて協力をしていただく、区民の皆さんの安全が守れるようにですね、条例化をしてしっかりやっていきたい。台東区はこの条例案に関連した観光バスの駐車対策におよそ1億4000万円の予算を計上しています。条例は次の議会で審議され、早ければ3月末にも施行される見込みです。